伊か川は、中国語管末期から三国時代の武将、駅州智江軍臨港圏の人、劉縁、ついで劉将に仕え、智江軍大使だった長作の武将であった。211年、劉備が劉将の招きで入職すると、一人で奥山に座し、猛虎を放って我が身を守るようなものだと短足したという。翌年、劉備が駅州を奪い取ろうと攻めてきた時にも、 友枝軍を守っていたが、劉備軍の長飛の攻撃にあって捕らえられた。捕虜になったのだから自分にひざまずけという長飛に対し、お前たちは無礼にも我が衆を侵略した。我が衆に弾頭将軍はいても降伏する将軍はいない。早く首を切れと堂々と言い放った。長飛は腹を立てたが、いかがおはさらにヒップ目、さっさと切れ。怒るだけ無駄だと言い放った。 このことで長飛は簡単し、イカ顔の縄を自ら解き、厚くもてなしたと言われている。このためイカ顔も降伏し、以後は劉備の家臣となった。生死において原顔の記述は少なく、生没年も不詳で三国支援儀で描かれるような老匠という表現もない。ただ、長飛に言い放った言葉だけは明確に記述されている。 この言葉が、いかがおの存在を際立たせていると言える。小説、三国支援儀で原話は、老将の設定だが、生死で老将なのは、超人である。長人に降伏した後、自ら他の首相に降伏勧告を行っている。その後は、孔中と共に、老将コンビを結成して、官中攻略の際には大いに活躍している。 南宋末期の最小文天章が作った詩、世紀の歌にも、祖父、長淳ら歴代の中心技士と並んでいかがおが登場する。生没年も不明で、最終的には基準した人物が、長良、諸葛亮、祖父といった顔ぶれと共に登場するのも、一重に長比に言い放った言葉の強い印象ゆえと、言えよう。重慶市中堅で三国時代の墓が発見された際、 地元の言い伝えを根拠に原顔の墓であると主張されたことがあった。歌謡国史、ありがとうございます。